どうも、ライドウです。今日紹介するのはこちら、東京クラフト IPA。 こちらサントリーさんから発売されています。ちなみに IPA とはインディアペールエールの略で、ホップの香りや苦みが強いのが特徴のビールの種類のことだそうですよ。それではこちらをレビューしていきたいと思います。深い緑色にシックで落ち着いたデザイン、かっこいい。それでは開けていきましょう。確かにホップの香りが強烈で、どんな味なのか本当に楽しみです。それでは皆さん、お疲れ様でした。乾杯。ホップの香りや苦みが口の中に広がって強烈。確かに苦みが口の中にドスンときて、もう存在感バリバリっていう感じです。とはいえ個人的には苦手な苦みではないですね。拒否感のある苦みじゃなくて、楽しめる苦みのラインのキワキワを攻めてるといった感じで、いやこれは強烈で楽しいです。しっかり味わうとフルーティーさも内包されていて、苦みとフルーティーの対比がまた面白いなと思いましたね。個人的に IPA を初めて飲んだんですけど、なるほどこれは面白いし、強烈なファンがいるというのも納得しました。このクラフト東京 IPA を飲むのにおすすめなのは、いかんせん香り苦味が突出しているピーキーさが半端ないので、まあ好き嫌いは分かれちゃうかもしれないんですけど、非常に尖ってて面白いので、今まで IPA を飲んだことがない方は一度この期間に飲んでみるのをおすすめします。他にもハードパンチャーなビールなので、肉料理とか中華料理とか、とにかく濃いハードパンチャーなおつまみで迎え撃つのがおすすめです。ビールの新境地が垣間見える、そんなお酒でした。強烈で美味しかった。ごちそうさまでした。皆さんの飲んでみた感想なんかも教えてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。